もらえた内定はここだけだったから他に選択肢はなかったんだけど。転職しようかな。でも今更転職先見つかるかどうか。はあ、君の仕事を少し変更させてもらう。ジムに移動とかでしょうか。そうじゃない。君は別のものというか、人形の世話をしてもらいたい。人形？よくわかりませんけど、仕事なら。訴えるぞ、この野郎。こいつの面倒を見てほしい。どなたなんですか、この方は。さっき言っただろう、人形だ。こいつに会社を立て直させる。そのために手に入れた。つまりコンサルタントとかアドバイザーとかなんですか、この人。そういう知識も移植されているらしい。いいか、こいつの存在は公害禁止だ。極秘扱いとする。この部屋から出すこともな。常に鍵をかけておくように。鍵も？いや、でもそれは。心配するな、警察沙汰になることはない。そう言われましても。面倒事を避けるために説明しておく。こいつは人の手で作られた人形のようなものだ。天才を生み出す実験の中で生まれた試作品だ。はあ、天才ですか。メモリグラフトを使えば天才を作れるんじゃないか。そう考えた奴がいたらしい。いわゆる魂の移植ってことですか。でもそれは不可能だと言われてますよね。だが、分割された経験や技術を集めていけば
いずれは新たな人間になるのではないか。それが優秀な人間の経験や技術であれば天才になるのではないか、なんてことを考えた奴がいたんだ。それがこの人ですか。よくそんな人体実験を OK しましたね、この人。詳しいことは私も知らんが、体も実験で生み出したらしいぞ。え？中身が空なら意識が生まれるほどの大量な記憶も移植ができるはずだとな。ああ、警察沙汰にならないっていうのはそういう。結局計画は頓挫したらしいがな。頓挫？でもあれ、この人は失敗したってことですよね。詳しいことは知らんが、非合法な研究だからな。何か問題でも起きたんだろう。研究は凍結、それまでの成果は流出し売り飛ばされた。巡り巡って私がそれを手に入れたわけだ。はあ、そうなんですか。で、いつ起きるんですか？というか目覚めるんですか？そのはずだが、いや、今まで目覚めたことはないらしいが。はあ？目覚めたことはないって、え？調整は済ませたから次は目覚めると言われたんだ。目を開けそう。何？私のために働け。お前の生きる価値は私の役に立つことだ。覚えておけ。そのためにお前は生まれたんだ。これが原因でこの人が仕事を断っても私の責任にはならないよね。実験の話、マジだったわけ。あなたは何者なんです？取締役の解任、報酬の引き下げ、バカなことを言うな。誰がそんな提案をしろと言った。私は役に立てと言ったんだ。二度とそんなくだらないことを言うな。分かったな。
こんなものでは足りない。業績を上げて息吹をもっと大きくしろ。お前にはそれだけの能力があるんだ。価値を示せ。必要なことは何でもしろ。わかったな。にしてもどうするつもりなんだろう。どういうつもりだ貴様。誰がこんなことをしろと言った。私の役に立てと。会社を大きくしろと。なのにお前は私を解任だと。そんなこと認められるはずがあるか。貴様がこうしていられるのは一体誰のおかげだと。なんだと。どういう意味だ。ってことだ。貴様のような出来損ないに、出来損ないの人形に。もしかしてこれって一種の反抗期かしら。はい。何をおっしゃってるんです。ただの負け惜しみみたいなものだと思いますけど。微妙に違う感がありますけど、それでいいです。はい。
い。わかりました。それで私は何をすればいいんですか？はい、何でしょう。名前ですか？いえ、気にする方が普通と言いますか、当然の反応だと思います。名前はどうですか？そうですか。お気に召したのならよかったです。それよりも用意してほしいものに関して連絡をもらえれば対応しておきますので。にしても自分探しね。言われるままに従順だったのが反抗期を経て今度は思春期。中二病はないのかしら。何にしても大きくなっちゃって。ああ、いや、なんで私この年で子育ての考えにふけってるんだろう。仕事しよう。そのためにお前は生まれたんだ。
こんなものでは足りない。業績を上げて息吹をもっと大きくしろ。お前にはそれだけの能力があるんだ。価値を示せ。必要なことは何でもしろ。わかったな。誰だ君は。伊吹の関係者なのか。どこの馬の骨ともわからない男にこんな馬鹿げた提案をさせるとは。一体どういうつもりだ。そもそも警備はどうなってるんだ。私は聞いてないぞ、来客の予定など。そうか、伊吹の改革か。わかった、詳しい話を聞こう。それは根拠のある話なんだろうな。
決めていいんですか？それはそうなんですけど。カナトっていう名前はどうですか？忘れられるくらい幸せな気持ちに浸れるんですよ。呼んだ方がいい？ここに転がってるストロングマックス、ただの飲みすぎか。お酒飲むなら自分の限界くらいちゃんと把握しときなよ。いや、私に謝る必要はないんだけど。え、初めてでストロング系に行ったの？もっと度数の低いのから試していきゃいいのに。
それはそれでやばいな。ああ、顔も手も真っ赤。急性アルコール中毒ではなさそうだけど、救急車呼ぶ？そう、分かった。何その声、萌えキャラか。はい、これ水分補給はちゃんとしなよ。とりあえずお茶を飲む。で、体が落ち着いたらスポーツドリンクを飲む。水分補給は重要。それでも収まらないとか、体が冷たくなってくるようなら素直に救急車を呼んだ方がいい。あと、ちゃんとしたところで休んだら。お、早く家に帰りなよ。あけま、出なきゃ一人でストロングマックスガブ飲みして。何にしてもガブ飲みするのはやめといた方がいいよ。そうだね。ほらほら、飲んで、もっと飲んで。そりゃ何より。あんな死にそうな顔してたら心配になるでしょ。普通他に声をかける人もいないし、急性アルコール中毒とかだとやばいし、見て見ぬふりするのは夢見が悪い。迷惑だった。どういたしまして。しっかり喋れてるし心配なさそうだね。私もう行く。まだ仕事中だし。お金を気にするよりも自分の体調を気にしなよ。スポーツドリンクもちゃんと飲むこと。じゃあね。